今回はたったの2分でウォーキング50分相当と同じ効果が得られるヤジロベイというのを紹介していきます。今回の動画を最後まで見ることで、今まで頑張って歩いたり走ったり行っていたのになかなか痩せにくい、自宅で2分行うだけで今よりも確実に早く痩せることができていきます。動画を見ながら一緒にやってください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、もう家の中で簡単にできるとっておきなやじろべ、たった2分紹介していきます。片足ずつ行うので、合わせて2分です。なかなか痩せにくいよっていう人は、このやじろべするだけで、今よりも確実に早く痩せることができてきます。なぜかというと、やじろべを行うことによって、足の裏の重心というのが取れてきます。足の裏というのは両足でついているから、実は内側になっていても外側になっていてもなんとかバランスが取れてるんですね。でもこれ片足で行うとどっちかに偏っている場合バランスが取れません。なので矢印一点でバランスを取ることによって足裏の重心が正しい使い方になって、エクササイズ行っても的確に筋肉に効かすことができてきます。例えばスクワットやランジ、足の裏ついてますよね。その足の裏の重心っていうのはそこまで意識せずにフォームを作ってると思います。ですが足の裏の重心が内側より外側よりっていうだけで使う筋肉全く変わってくるんですね。この足の裏の使い方が上手くなることによって足をついて行うエクササイズ全てにおいて効果的に行うことができてきますので、一緒に2分頑張ってみてください。それではやり方を紹介します。片足でバランスを取るのですが、スマートフォンは持ってても置いててもいいです。周りに物がないように気をつけて行ってください。やり方としては、片足になってバランスを取るんですが、できれば膝は少し曲げてください。これで足の位置とか手の位置をできるだけ動かしてみてください。これで1分間キープしながら、バランスが取れる位置っていうのを見つけてもらって、後半はピタリと。止まってください。これを各足1分間やるだけです。靴の裏が内側だけ減ってしまう、外側だけ減ってしまう、そういった方は足裏のバランスが悪いですから、今回のことをね、しっかりバランス取りながらキープしてください。はい、それでは1分間やっていきましょう。それでは行きます。スタート。足の位置をね、いろいろ動かして、バランスを取ってみてください。いろいろね、動かすことによって、バランス取れる位置がね、ありますから、残りのね、30秒はピタリと止まっていきましょう。こんな感じでね、足を動かしてバランスが崩れないように、こんな感じでね、だいぶ足の裏がね、使えてきてると思います。それではストップです。この状態でキープしてバランスをね、取ってください。床が柔らかい場合ちょっとバランス取りにくいかもしれません。できればね、硬いところ、またヨガマットの上なんかでやってください。これね、足の裏の外側に重心がかかってるとこっちに倒れちゃうし、こっち側にやってるとこうなっちゃうんで、ちゃんとね、バランス取ってください。少し、はい、OK です。結構足の裏疲れますよね。これはね、足の裏の、ね、筋肉が弱ってる証拠なので、足の筋肉が弱ってしまうとどうしてもね、片側に寄ってしまったりするんで、これをしっかりやってください。さあ反対いきましょう。1分スタート。反対もね、ちょっとね、バランス取れる位置をね、見つけながらいろいろね、足動かしてみてください。歩く時のね、50分相当というのは歩く時に使われる筋肉によります。こうやってね、バランス取ってる方が筋肉って使われるので、ウォーキングするようにね、おすすめです。あと少しです。はい、それでは止まりましょう。このね、バランスいいところが見つかってると思います。足裏の重心が悪いとね、片っぽに傾き出すと、まあ、どんどん倒れちゃったりね、するんで、ピク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 ね、動かしてバランスいいところがありますんで、キープです。あと少しです。感じでね、バランス取れてると思います。これ1分できない方はね、結構大変です。はい、OK です。
今の1分間キープできなかったよって人は足裏重心すごく悪いはずなので、せめて1分はねキープできるように頑張ってみてください。そして歩く時よりも矢印柄の方が膝少し曲げてますから、ももの筋肉もねしっかり使えて、で足裏使うので結構ねふくらはぎにも負担がかかったり、上半身もグラグラするのをまっすぐにしたりするので体幹が身についてきます。この足裏重心が上手くなってくるとエクササイズが効果的になりますんで、動画を見ながら何度もやってみてください。1分間バランス取れたよとか、1分間バランス取れなかったよとか、よかったらコメントで教えてください。各種 SNS もやってますんで、よかったら説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください。急にとっておきな情報とかを配信することありますんで、あんまりその SNS 使ってないよって方も一応フォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。